ドレの中長期期間での見通しはどのような感じでしょうかということで、ちょっと週足ベースで見てみましょうか、まずあの目線としてはまだ上,上、上目線ね、そして、ではラインをね、バンバン引いていきたいと思います、まずここ、昨年の1月、3月の安値に、このようにビートとライン引きますと、ちょうどね、このトレンドラインがここで効いているという状況です。 でちなみに週足の場合、移動平均線がです、ね、13、26、52周線になっております。なので、ここが52周線とトレンドラインにタッチして、えーまあね、反発の根拠を作ってくれたなというところで、えー、しっかり反発してきております。であとはです、ねえー、この上、高値、ここですね151.90が。 上値の抵抗として、えー、ずっと成り立っておりますので、高来を引くとね、こんな感じになります。そうすると、形分かりますかね、安値切り上げて、高値は、えー、そのままの状態ということで、これ、上昇型の三角持ち合い金うんですね、あのー、いわゆるアセンディングトライアングルって言います、アセンディングトライアングル。で、この場合っていうのは、基本的に安値切り上げておりますので、まあ、上に行きやすいという状況になります。 まあ見てわかるように、明らかにも上方向に行っておりますので、どこまで上昇できるのか、目先、どこがポイントになってくるのかっていう話なんですけども、まずはやっぱり目先はここですよね、年初の高値、150円の88000円です。ここをもう上に抜いていけば、上に抜いて、かつ151円に乗せてくれば、もうね、いつ試してきてもおかしくないのかなと思ってます。この150、えー 1円の90ですね。で、さらに、ここを突破するという動きになってくればですね、これも、一応計算をしていきますと、ここの、ここの N の形があります。N ね。こっからピーと上がって、下がって、上がるっていう。で、この N の計算値がありまして、この上昇幅を、こっからもう一回上昇するんじゃないかっていうね、考えがあって、じゃ例えばこの上昇幅を。 ここに持っていきましょうと。上昇のここがね、155円という水準になってくるので、152円を突破すれば、155円。そこを目指す動きっていうのは出てくるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、はい、中期的にもですね、上目線で152円突破すれば155円、見えてくるんじゃないかなって思っておりますので、参考程度にしていただければなと思います。